もさ、昔ケンさんに惚れ込んじゃってさ、あの人なんか本当にあの優しいでしょ、はい、気遣って、あれ気遣いすぎて困るんだよ、あれ雪の中でやってた、雪の、そうですね、あ北海道ロケだから、北海道ロケ、俺らもね福井の雪の中でやってんだよ、ああでケンさん休みなんだよその日、ああ休みなんだけど、こう差し入れ持ってくるんだよ、うん、あ奥の日に差し入れ持って出てくるの、で皆さん食べてくださいって言うんだよ、ほうで焚き火あるからドラムがあんまり寒いから、ああもうマイナスなんだよ、俺当たってんじゃない、でケンさん当たってくださいって言ったら、いや皆さんが仕事してる時に私はそんなもん当たれませんって言うじゃない、それで俺らも当たれねえからケンさんが当たってくる、もうもう燃えてんだよだケンさん頼むから当たってくれ当たってくんないと俺らも当たれないんですよじゃあ当たらせていただきますはあ俺途中で頼むからケンさん帰ってくれませんかいられないんだよ、はあケンさんってすごい、そんな人なの本当ね、それにあのうん、リョウちゃんって言って人のもう長所ばっかり見つけて、長所ばっかり見つけて、もうすごい嫌味よな違います、でもその人の前では俺とは違うのよお前は長所も短所にしちゃうじゃねえか全部塗り替えちゃうじゃねえか、ビラビラって。でもさんまさんすごいですよね、自分の長所ばっかり見てちょっと待って、ちょっと待って広瀬、はい高倉さんは人の長所ばっかり見て、俺は自分の長所ばっかり言う正反対だよ大体。いやでもやっぱ自分を好きになるってことはいいことですよ私も自分好きですもん。あんた好きよね。